なぜなら7つ全部知ってしまうと。知ってしまうと、何なんだ。あの世から携帯に電話がかかってきて魂を持っていかれちゃうから。それはどう考えても理不尽じゃね。なんで知っただけで魂持ってかれんだ。たまたま偶然しちゃったらどうすんだ。なんだよルシャラ、びっくりさせるな。ところでどんなお仕事を考えてるの。正社員などと贅沢は言わない。最低限の生活さえ営める方向ならばそれでいい。方向って今時なら、うちの店来れば。じいちゃんもいるからあまり緊張しないで新人研修できるし。いやいや、そっちの緊張はないけど別の緊張があるでしょう。最近シフト薄いこと多いから人手欲しいし。普通気づくだろ、女子高生の気持ち。じいちゃんもそう思わん。はい。ダメだこりゃ。お待たせしました。スペシャルワンパウンドバーガーズ、お待たせしました。わー、やっぱり大人っぽいな。ユサさん、マグロバーガーズ、お待たせしました。あの、どうですか。どうって。ああ、住宅街と違って遊園地の店舗は忙しいな。お客さん大勢だから接客とかいろいろ勉強になるよ。ですよね。帰ったらキサキさんに報告だ。ですよね。なんか分かってました。よくもてめえちーちゃんに怖い思いさせやがったな。魔王さん、ちーちゃんは俺の後輩で大切な部下だ。俺は魔王として、時間帯責任者として部下を守る。ですよね。